ヘームスクリングラ中のオーラブ聖王の佐賀に添えられた花形装飾による挿絵。オーラブ聖王が天上の王として描かれているパッションを選び、正式名パッショイミラキアラベアチオラビは、ノルウェー王、オーラブ聖王にまつわる伝説集である。おそらく、エーステイン・エルレンズソンがニーダロス大司教在位中に編纂されたと考えられ、エーステイン自身によって書かれた可能性もある。 超、単二種の意向があり、超文版は、コノルド説教集から抜粋したコノルド語版の形で、知られ、聖、オーラブの日に読むことになっていた。単文版は、ラテン語で書かれ広くルフ死、イギリス、フランス、ウィーン、フィンランドなど、ヨーロッパ各地に所蔵されている。超文版は、リーセ聖母マリア修道院を設立したイギリスヨークの、 カウンテンズ修道院による英語写本の形でも知られる。ありがとうございます。